ので、次のセッションを始めたいと思います。続きましては、小笠原さんによるザ・ドキュメント・ファンデーションについてという題で、発表していただきます。それではお願いします。はい、よろしくお願いします。今日、正直な話、この話をすることになったら結構ギリギリで、で正直僕最近リブリオフィスの活動はあんましてないので、何が皆さんにとって話せるかなと思ったんですけど、なんかリブリオフィスにはドキュメントファウンデーションという団体があるっぽいんだけど、それが何をやっているかみたいな話を意外とちゃんとしたことがないような気がするので、今日はそれを話します。はい、そんな感じです。一応自己紹介です。小笠原なる子と言います。リブリオフィス日本語チームで、主に翻訳関係をやっていると言えばいいのかな。はい、で一応ドキュメントファウンデーションのメンバーでもあります。で個人的に使っているのは、このマシンのことですけど Ubuntu です。会社では Mac を使ってるんですけど、僕は Mac が大嫌いです。ごめんなさい、 Mac は嫌いじゃないけど Apple が嫌いなんです。昔あのはオープンソースにおける印刷技術ウォッチャーっていうのを辞任してたんですけど、そろそろ引退かなと思います。はい、で今日のお話なんですけど、あのザ・ドキュメント・ファウンデーションってこう3つ並べるとすごい嫌感がありますね。ザ・ドキュメント・ファウンデーションって何っていう話と、何してるのって話と、あと逆にこっちから何ができることってありますかねみたいな話を、簡単にしたいと思ってるんですけど、ディスクレイマーとしてですね、今回のプレゼンなんですけど、別に公式委員会とかそういうものでは全然ありません。あと僕あんまり英語得意じゃないので、英語のドキュメントとか思いっきり読み間違えている可能性があります。なのであんまり熱心じゃない1メンバーである僕が、僕の風景、僕から見えた風景をこうお話しするという感じです。はい、でドキュメントファウンデーションとはじゃあ何か、ドキュメント財団と訳されることもありますね。はい、でなんですけど、リブレオフィスのお家って何だよって感じなんですけど、ホーとされてる。でもう一つドキュメントリベレーションプロジェクトというもののホームでもあります。はい、で僕が適当な言葉で喋るより定義を持ってくればいいかなと思って持ってきたんですけど、訳したのが残念ながら僕なのであんまり分かりやすくないですね。いわゆる独立系自治団体、自治団体って何だっけな、とにかく、いわゆる、非営利法人とでも言えるのかな。で、オープンオフィスオルグの、コミュニティが作ってきたものの、それの続きの活動を頑張ってやってますってことと、いろんな個人に開かれた団体ですよってことで、当然ですが個人だけじゃなくて企業の参加も歓迎しますよというようなことが書いてあります。はい、で、ドキュメントファンデーションについて、やっぱり象徴的なのがドキュメントファンデーションが作られた時かなに出てきたネクストデケードマニフェストっていうのがすごいいい言葉がたくさんあるので、ここであんまり細かく紹介はしませんけど、ちょっとお見せしておこうかなと思います。そもそも今ソフトウェアが、やっぱりこれだけ普及しているので、例えばドキュメントを書くっていうことだけであってもやっぱりコンピューターの力を借りないといけないんですよね。なのでそれを、特定のベンダーにロックインされた形でソフトウェアを生産、ドキュメントを生産するということは自分たちの知的財産を誰かに預けてしまうということなので、なおかつそれがお金がある人は使えるけどお金がない人は使えないみたいになっちゃうと、そこで分断が起きちゃうわけですよね。そういう分断をなくしましょうみたいなこうポリシーがあったりとか、あと僕はさっきも言ったようにあんまり英語得意じゃないんですけど、いや別にねオープンソースなんだから英語で使えばいいじゃんみたいなこと言う人が世の中にはいるんですけど、いやいや英語できなかったらオフィスでドキュメント書くことすらできないの、それはちょっといかがなものかなというようなことを言っていたりとか、あとは、さっきの話と絡むんですけど、ドキュメントを作ったその作った成果物ってのは自分の重要な知的財産なのに、ある日突然それまで使っていたソフトウェアが開発をやめてしまってファイル読めなくなっちゃいましたっていうと、それはすごく悲しいことなので、
自分が作ったドキュメントっていうのがずっと読めるような形でオープンな標準を進めていきましょうとか、あとはまあこれはオープンソースの素晴らしさ的な、オープンで透明性のある開発プロセスで技術的な優秀者を、評価しますというようなことが述べられているわけですね。はい、まあ、これとてもいい文章なので、後で資料公開しますけどここにあるので、まあよかったら読んでください。はい、でこれもあんまり説明できないんですけど、まあ、TDF の組織ってこんな感じになってて、これが、ボードオブディレクターズって何て訳すのが適切ですかね。役員会とかでいいのかなっていうのがあって、まあ、いわゆるここが意思決定の、意思決定機関ですね。でここには、まあ、メンバーが、いて、でこの人たちは、なんだっけ、TDF のメンバーと呼ばれる人たちから、まあ、選挙で選ばれる形になってます。で、さっき企業も中に入っていただいていいですよみたいなことを言いましたけど、この中に入ってる人たちっていうのは特定の企業の構成員があまり多いとダメっていうことになってます。で、一方で企業は当然お金を出して、アドバイスをすることはできて、サポートとかもできるんだけど意思決定機関ではないみたいな感じになってます。はい、TDF Based on the Principle of Meritocracy、 メリトクラシーって、僕はあんまり英語は得意じゃないんだけど、なんだっけ、成果主義とか言うんでしたっけ。まあそういうあのどこに所属しているかじゃなくて、その人がそのコミュニティで何を成したかによってこう評価される、原則で頑張ってますよっていうことかなと思います。でじゃあ TDF って具体的に何してるか、まあ時々 TDF がはリブレオフィスを開発、リブレオフィスはザ・ドキュメント・ファウンデーションによって開発されていてみたいなことを書いている文章があったりするんですけど、それはちょっと違って、まあ基本的には TDF というのはフルタイムの開発者を雇用していないと僕は認識していて、なので、リブレオフィスの開発を TDF がやっているわけではないと。で何をやってるかっていうと、まあ、開発がうまく回るためのいろんなことをやってるっていうふうに僕は認識してます。で、まあ、開発は個人または企業開発者が担うというふうなに思ってます。じゃあ具体的に何やってるかっていうと、まあ、いわゆるお金回りと法律的なバックアップですね。例えば今回の会議で何人かからは、方は、まあ、ここからちょっと遠いところから来ていただいてお話ししていただいてるんですけど、そういう方たちに、旅費の、交通費の支援をするというようなことを例えばやったりしてます。あとは種々のインフラですね、維持管理したり、まあ、そういうことを支えるメンバーを雇用したり、フルタイムのメンバーを雇用したりというようなことをやっています。まあ、インフラとか品質保証とかマーケティングとかそういうようなことを、まあ、メンバーを雇用していたりします。で、インフラの話をしたので、なんか話があっち行ったりとこっち行ったりしてちょっと散らかってるんですけど、まあ、TDF が維持するいろんなインフラって結構面白いものもあるのでちょこっと紹介したいなと思います。開発系、僕はあのリブロスの開発を全くやったことがないんですけど、開発系のドキュメントはこのデブセントラルリブロオフィスオルグっていうサイトがあって、ここに、レビューシステムのギリットとか、なんだ、まあ、例えば日々のビルドが毎日こけてるか動いてるかみたいな話とか、バグジラとかそういう、まあ、開発の時によく使うリソースへのこうダッシュボードがあったりします。はい、それからダッシュボードっていうのがあって、まあ、これはなんか実務的に意味がどうなのかって話はあるんですけど、日々こうリブレオフィスのコミット数がどんだけあってで 何個ぐらい変更があってみたいな話がこうかっこよく可視化できると。なので、例えば
これは確か最後の2年だったかな、まあその2年間で5万コミットぐらいあるとか、あのまあ 2年間関わった開発者が3400人弱大体いるとか、そういうようなことがこう見て取れるみたいなのがあったりします。あとすいません、あれやば、間違えた失礼しました。よいしょ。窓は、よく使う、まあ、上の2つは今紹介したやつなんですけど、まあ、よく僕がよく使うのがプートルっていう翻訳のプラットフォームだったりとか、ウィキだったり、あとネクストクラウドが立ってたりもします。はい、で、あのどんどん話がこちらがあるんですけど、あの TDF がやってる一つの面白い活動として、あのリブラフサーティフィケーションプログラムっていうのがあります。でこれは、まあ、リブロフス認定プログラムとでも訳しましょうか。まあ、詳しい情報はここに描いてあるんですけど、まあ、リブロフスのエコシステムを構築して育てるための重要なピースとして、位置づけられている。リブロフスについてこの人は超詳しいですよ、 TDF のハンコースって、そういう制度ですね。まあ、主にビジネスの世界でリブロフスを広めるための専門家を認定しているというふうな感じでございます。で、まあ、世の中にはいろんな資格認定試験みたいなのがあって、例えばオラクルマスターとかだと、まあ、結構なお銭を払わないと資格取れなかったりしますけど、まあ、リブロフスのサーティフィケーションプログラムは無償でございます。あと TDF のメンバーでなければ、ダメかってことはなくて、そうではないと僕は読みました。はい、まあ、メンバーの方が楽ですけど。で、BOD によって承認されたサーティフィケーションコミッティというのがいまして、そこの人たちが、審査をしてくれます。で、基本的には書類選考と面接で、まあ、多分これ僕が話すより江ノ下が話した方がいいんですけど、去年初めてアジア圏で初めて面接が台湾で行われて、そこでオンラインで江ノ下さんがリモートで参加して、まあ、認定移行専門家ということになりました。なので、どんな書類書くのとか、面接で何聞かれるのみたいな話は江ノ下さんを捕まえて聞いてください。で、今、TDF でやってる認定はデベロッパーとマイグレーションプロフェッショナルとプロフェッショナルトレーナーの3つなはずです。で、L1 と L2 のサポートのプロフェッショナルも認定しようとしてるっぽいんですけど、ちょっとまだ、まだできてないよみたいなことが書いてあったように読めました。はい、ちなみに L1 と L2 があって L3 があるのは、 L3 はこの人だったんですね。はい、で、どんどん話飛びます。さっきちょこっと言った TDF っていうのはリブルオフィスとドキュメントリベレーションプロジェクト の、 あのお家ですよっていうふうに言いましたけど、そのドキュメントリベレーションプロジェクトっていうのを多分あんまり日本では紹介されてないのかなと思うので、これも一応説明しておきます。まあ、ドキュメントリベレーションプロジェクトって日本語に訳せばドキュメント解放プロジェクトかなと僕は思ってるんですけど、はい、まあ、あのリブルオフィスの兄弟のプロジェクトです。で、すごい雑な言い方をすると、さっき言ったようにドキュメントを書くっていうのは知的生産なわけで、例えばそれを何だろう、例えば昔の一太郎バージョン4とかで書いたドキュメントを、いや一太郎バージョン4はまだ良くないな、例えば昔のこうワープロ専用機で一生懸命小説書きました、だけどそのワープロ専用機がもう売ってませんと、でなんか実家を掃除してたら昔書き溜めた小説がいっぱい出てきたんだけど、おお俺はもうこれを読むことができないのかってなるのは非常に悲しい。そういう時にリベルオフィスなり他のオープンソースに読み込むことができれば、読み込んで、あのそういう今のモダンなかつオープンなドキュメント形式で保存すれば、そのドキュメントは生き返るわけじゃないですか、っていうようなことをやるために、ライブラリを整備しましょう。で、そのための部品をいろいろ用意したり、ライブラリを作るためのなんだろう、まあ、あのファイル形式をどういうふうに
調査するかみたいな、部品あの道具を提供したりとかそういうことをやってるプロジェクトです。で、まあ、この話を、ヨーロッパのカンファレンスですると、日本には一太郎フィルターっていうのがいるんじゃないのって必ず聞かれるんですけど、まあ誰かやってくれる人がいるといいなと思います。はい、ちなみにあのこれできたものは他のオープンソースにも使われていて、例えばインクスケープとかの、ファイル読み込みとかは、ドキュメントリベレーションプロジェクトの成果物が使われています。はい、じゃあ逆に TF がこういうことをやってるのは分かったけど、逆に僕らが TDF に対して何かできることがあるかって言ったら、まあ一番最初は寄付ですよね。うん、まあ、JA リブルオフィス .org ドネイトっていうページがあって、リブルオフィスダウンロードすると寄付ページにポンと飛ぶと思うんですけど、あれが英語のページなのは、なんとかしなきゃなと思いながら、なんともしてないんですけど、まあそういうものです。で、なんだっけな。まあ、寄付をするって言っても、なんか100万ドーンと寄付しなくても、500円とかだと、まあ、いろいろなコストの方がかかっちゃうんで、まあ、1000円ぐらいからかな、ちょっと気が向いた時にでも寄付してくれると、そういうのが回り回って、こういうカンファレンスをやった時の、例えば旅費補助とかのお金になったりするので、皆さんよかったら、寄付を自分でするなり、使ってる人に、寄付してみてもいいんじゃないって言ってみたりしてもいいかもしれません。はい、まあもちろん強要じゃないですよ。はい、でもう一つ、まあ TDF のメンバーになるっていうことが、まあ、TDF のためになるかって言われると結構微妙なところなんですけど、でもまあなったらいいんじゃないかなと思います。で、これに関しては僕なんかよりもずっと面白いスライド、プレゼンを去年のリブレオフィスミニカンファレンスっていうイベントでフランクリンっていう台湾のやつがやったので、まあそれのスライドを見た方がきっといいでしょう。はい、スライドよりもビデオを見た方がいいかな。はい、でまあやっぱりメンバーが多いっていうことは、まあ、TDF とかリブレオフィスって活力がある、まあ活動なんだよねっていうのがの一つの指標になるなと思っています。あとまあ日本からメンバーが増えればアジア圏の意見っていうのが出しやすくなるっていうのはあるかなとは思います。でも、まあ、そう言うと、いや俺別にメンバーに値することしてないしなっていう人が多分ほとんどで、まあ、僕もそういう気持ち日々持ってるんですけど、まあこれはですね、先日インドネシアですごい大きなリブルオフィスのカンファレンスがありました。何百人ぐらい集まったっつったかな、500人ぐらいっつったかっけ、300人かそんぐらい、バスカットも集まったらしいんですけど、でそこに実はインドネシアにはTDF のメンバーっていうのがほとんどいなかったっていうのがTDF の中では結構ショックを受けていたらしくて、もっと活動してるんだったらメンバーにならなきゃダメだよ、でそれはやっぱり文化的なあれで、いや自分は全然まだまだだからってアジアの人間はどうしても言っちゃうけど、そういうのをもっと掘り起こしてアジア圏から TDF メンバー出さないとダメだよねっていうことを言ってるらしいです。けど、まあ、とはいえですね、活動実績もなくてコミュニティが育ってないのにメンバーがだけいるのもやっぱおかしな話なので、まあ、今日みたいなイベントでですね、日本におけるリベロフスがより一層認知されてアクティブな活動が増えて、まあ、そしてメンバーが増えるっていうループになるといいかなと思いました。はい、なんかくだらない話をダラダラしちゃいましたけど、はい、リベルオフィスを支えるドキュメントファウンデーションという組織にも関心を向けていただけるとちょっと嬉しいかなと思います。以上です。はい、どうも小笠原さんありがとうございます。それでは、質問誰かおられますでしょうか。はい、どうぞ。はい、日程プログラムのところで、はい、L1、L2 というありませんでした。ああ、そうですね。でした。僕そこ全然説明してなかった。すごい楽に言うと L1 がコールセンターレベルのサポートで、 L2 がマクロ書いたりとかそういう類かな。すごい雑な説明だな。 L3 は、まあ、L レベル1、2、3で3が
いわゆる開発、あの障害を修正したり機能を追加したりすることができるレベルのサポートでっていうような、そういう位置づけです。ありがとうございます。はい、他ありますでしょうか。はい、僕だけあの TDF にフルタイムで雇用されている会社がいないんじゃないかっていう話だったんですけど、あのクリスチャンさん、クリスチャン・レーマーさん、あー、はい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 、フルタイムで彼は会社さんなんじゃないかな。あ、失礼しました。そうですね、あの、うん、まあ、はい、 CFP とかだったの、いや、ほら、あの確かに厳密にフルタイムの開発者が雇用されてないかというとそうではないんですけど、フルタイムの開発者を雇用するための組織ではないみたいな議論は読んだことがあるので、まあ、そういう意味だと捉えてください。たまたまあのいろんなロールの中で開発者が必要だと思われた時に雇用されることはあるけれどもっていうようなぐらいに取っていただければ幸いです。はい、ありがとうございます。補足、はい、他にありますでしょうか。あの自分で勝手に読めと言われるかも分かりませんけど、その TDF のメンバーになる時になんか やらなきゃいけないこととか、はい、まあ、なんかそういう感じですね。あ、すごいざっくり言うと、なるためにはコミュニティとかリブルオフィスに対する継続的な貢献が求められます。なので自分が何々をやりました、だから僕はメンバーにふさわしいですっていうことをアプリケーション書いて、2人かな、既存のメンバー2人でしたっけ、2人だったか、確か、が、それを保証できる人は誰かいますかって言って2人名前を書く。まあ僕問い合わせをもらったことはないので問い合わせが来てるかどうかは知らないですけど、ただ普通に例えば僕の場合翻訳をやってるとプートルとかのこうアクティビティとか当然みんな見られるので、まあ、そういうようなアクティビティが、可視化できればそれでいいですし、あるいはローカルのイベントをすごい頑張ってやってますとかっていうのも当然それはあの、あ、彼はすごいローカルのイベント頑張ってやってるよって例えば僕とか榎木さんとか阿部さんが言えば、まあ、多分通るかなと思います。はい、でクォーター、基本的にクォーターでしたっけ、クォーターに1回かな、リニューアルのあれが来て、まあそれで継続性がない人は残念ながらそこで外れていただくみたいな形になるっていうのはあります。はい、っていうので質問答えになってますでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、他ありますでしょうか。なければ、先ほどの質問に関連してですね、どのような活動がですね、認定されるんでしょうか。そうですね、すごい雑な言い方をしてしまえばこうと決まっていることはないような気がするんですよ。コミュニティを活性化する活動であればそれは多分何かこれでなければいけないみたいな決まりはないと思います。で、例えばですね、この教育現場でリブレオフィスを使って情報教育しましたと、まあ、よく MS オフィスでよくすると思うんですよね、情報教育は。それをですね、リブレオフィスでやりましたと、それでまあその情報教育でリブレオフィスを広める取り組みをしましたというふうなことは認められますか。そうですね、可能性としては非常に高いと思います。ただ、それを他のコミュニティのメンバーが、認知できていないと通るのは少し難しいかなと思うので、そういうことがコミュニティの中で、認知されていれば可能性あると思います、大いに。はい、はい、他ありますでしょうか。まあ、メンバーになったからといってそんな得することはないんですけど正直な話、強いて言うとリブルオフィス .org のメールアドレスがもらえますでも考えてみてもいいのかなと思いました。はい、はい、では小笠原さんどうもありがとうございました。はい。